尾野最終8月20日から1957年1月13日は、日本の詩人、歌人、書家、国文学者、文学博士、帝国芸術院会員、訓二頭水法省受賞者、岡山県戸又郡津山町出身、本名は尾野八郎、元津山藩士、北郷直江の三男として生まれ、同藩士、尾野道の養子となった。 津山小学校高等科を卒業の後、父の転勤で兵庫県立野に移住する。東京婦人城中学一校を経て、東京帝国大学文科大学卒業。哲学館講師、東京女子高等師範学校講師、教授、早稲田大学高等師範部教授などを経て、1908年から女子学習院教授、一校時代に落合直文に指示。 1901年にハイネの歌を観光、金子コ演ンと共に女系詩を観光し、明星のローマン主義に対抗して自然主義文学の影響を受けた女系詩運動を推し進めた。1910年に発表した短歌滅亡詩論は大きな話題を呼び、交互短歌も含めた大正昭和初期の短歌改革の前哨戦となった。1914年4月、石井直三郎、 岩谷幕愛らと共に化し、水亀を創刊し、主催者となる。1923年文学博士。1937年には、書家として帝国芸術院会員。1946年に、東京女高指名誉教授。1949年に、加い市選者。1957年1月6日、歌会市から帰宅した後に意識不明となり。 1>, 1月13日、流行性官房に、共心症を併発して、東京都文京区白山五店長の自宅で死去。日本画家の河合極道との親交が厚く、書画の作品には採集が称したため玉道画画を描いたものが多く見られる。短歌の弟子として、小泉東蔵、岩谷幕愛などがいる。田丸園にある小野家の墓、加藤隆夫、小野採集氏の、広司。 ババアキコ、佐々木幸綱監修、現代短課大辞典119から121ページ、岩井博士、作家の臨終、母肥辞典83ページ、官報第3682号、常人及び、事例1939年4月17日。ありがとうございます。